皆さんこんにちは。東洋言語学院の草野です。私は今まで30カ国以上の学生たちの授業を担当してきました。そして今は初級から大学進学の学生たちの授業を担当しています。日本語が分かったり話せるようになると嬉しいですよね。そして自分が勉強したレベルの試験に合格するともっと嬉しくなりませんか？私もその一人です。これから30回の授業で N5 の文法と知識を勉強して試験の合格にぐんと近づくクラスを紹介します。今日は第29回目の授業をお見せします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。では今日は、普通体を勉強したいと思います。はい、日本語の普通体には2つルールがあります。まず1つ目、今まで勉強してきましたですとかますっていうのは丁寧な話でしたね。だから例えば私よりも偉い人、年年齢が上の人と話すときに使う言葉でした。で、普通体はもうちょっとカジュアル。だからマウリシオさん、友達と話しますの時は普通体を使います、うん、その方がもうちょっといいグッドコミュニケーションができます。わかりました。はい、なので今日は普通体をやっていきます。じゃあ普通体をする前に、はい、マウリシオさん、今までどんな日本語勉強しました？形、動詞の形です。定型、辞書形、うん、定型、辞書形、あ、いいですね、いいですね。そう、定型とか辞書形もとっても大切、とっても大切です。この普通体っていうのはもう一つのルール、これから皆さんが N3 とか N2、N1 って進んだ時に、上のレベルだとこの普通体、普通形とプラスアルファ、また新しい言葉をセットにして使うんですね。なのでこの普通体っていうのはもうとてもとても大切な形になります。だから今日はしっかりとマスターしていきましょう。ではまず、はい、ではまずちょっと画面を共有しますね。今見えますか？あ、はいはい、はい、今ちょっと見てもらうと、ここ飲みますってあります。これがマス形、マス形のノンパストですね。でここが、ネガティブになります。ノンパストのネガティブ。そしてここがパストですね。ここがパストで、最後が、パストのネガティブになります。この表大丈夫？じゃあまず普通体、飲みますっていうものを普通体にするとき、これは辞書形と同じ形です。辞書形と同じ形ね。さあ、辞書形形覚えてますか？飲みます、飲む、うん、そうですね。飲みのこのみのところがうに変わりますね。なので、うん、飲むになります。のむ、ここがみからむに変わります。じゃあ書きますは？書きます、書く、うん、書く、 OK。 じゃあ会います、会います、会う、会う、 OK、 素晴らしい、パーフェクトです。じゃあ次はネガティブいきましょうか。ネガティブ、飲みません、うん、ネガティブの時このみってどうなるんだっけ？飲み、うん、飲みます。みチェンジ、あ、うん、そうですね。このみの愛を、うん、あにチェンジですね。で、そしてプラスないになります。伸ばしました。ない。じゃあ飲みません。飲まない。うん、飲まないになります。OK。じゃあ、
子が飲まないになります。じゃあ書きませんだったら、いません、書かない。 OK、 あいません、あいません、あわない。おー、素晴らしい、いいですね、あわない。どうでしたか？皆さんもこのクラスを受けるとこれくらい上達します。今日はほんのちょこっと紹介しましたが、これを続けていけばきっと皆さんの力になります。皆さんと授業で会えるのを楽しみにしています。